今日は豚こまガーリックバターライスを作りたいと思います。用意するもの、豚こまですね。どこの銘柄の豚こまでもいいです。鹿児島黒豚でもいいですし、アグー豚でもいいし、あとルイビ豚でもいいし、もち豚でもいいし、東京 X でも全然いいんですので今回あえてねアメリカ産の豚こまを使っております。で、オニオン用意してください。なんかオニオン切ると涙出ますみたいな噂聞いたことあるんですけど、俺出たことなくてなんかほんまそんなのないのよね。夕日とか見てるとね、あの涙することはありますけども、なんかオニオン切ってて泣くみたいなちょっと経験なくて、硫化アリルっていう成分入ってまして、豚のビタミン B1、 これとね非常に相性がいい、非常にペアリングすると言われてまして栄養的にね、美女と野獣みたいな感じで、ほんまにだから豚が美女でオニオンが野獣っていう、そんななんかいいペアやなっていうね、こう最高のペアだから、松井和代さんと船越英一郎さんみたいななんか感じでベストカップルというか。ガーリック用意してください。ガーリックもね硫化アリルで同じ感じで入ってますので、三角関係なってんのかなちょっとちょっと嫉妬しちゃうかも、どっちかが。うん、でもこの嫉妬もまた恋の炎を燃え上がらすという意味ではいいんちゃうかなって。グリーンオニオン、グリーンオニオンも硫化アリル入ってますので、これほんまもう四角関係やね、うん、そうそう、もうバチェラーやねほんまに。ビタミン B1 に対してこう争いが起きてるみたいな。牛楽用意してください。牛楽はねもう硫化アリルとか全く関係ないんでね、争うことはないと思われがちですけども、急にねこうサイドからこう狙ってくる可能性も全然ありますから、これほんま互角関係かもしれんね、うん、もうペンタゴンやね、アメリカ国防総省、うん、9月11日にね、建てられましたけども、ペンタゴン恋愛みたいなことあるかもしれませんで、ライス国務長官、あ、ちょ、ライスペンタゴンのアメリカから派生して IQ めちゃめちゃ高いで有名なライス国務長官あれですよね、あ、ライスですよね。ライス、用意してください。ここにセサミオイル、ガーリック、これキッスの予定ある方もう抜いていただいていいですので、お際はキッスの予定なかったんで結構な量入れてますけども、全然キッス予定ある方抜いていただいて、いいで、あ、違うや、あ、俺あるわ、めっちゃやってもたもうえってほんま全然取られん、最悪やあ、ないわ、なかった、すいません、なかったですすいません、あると思っててそうやんな、え、何日で4月、ああ、そうか、ないか、あ、よかった香りを移しながらこう、揚げていく感じですね。めっちゃいい香りやね、これもうこの香りだけでね、ご飯何杯でもいけるわ、これほんまにすごいいいもん。で、ギャルっぽくなってきたやつから引き上げてくださいこのブラックダイヤモンドぐらいギャルになるとダメなんでそのちょうどいい感じのギャルを目指してください。ガーリックにメイラード反応を起こしたように、オニオンにもメイラード反応を軽く起こしてください。ここに、ソルトフフ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 、賞味期限がこれ1日切れてたんで全部入れます。すごい忙しくて冷蔵庫開ける機会も少なかったんで気がついたら切れてたんですけど、ソルトミノモトのもとをこう入れてください。ジャパニーズ酒で、古川入れてください。あ、ちゃう、古川ちゃう、みりん、すいません、なんか電波組に古川みりんっていうなんかメンバーおるんやんな、なんかこれ佐野くんが言えってなんか
これだけは入れてくれみたいな懇願してたから言ったけど、なんかあんねんな、なんか古川さん、古川みりんさんみたいな方がいるらしいんで、なんかあれ結婚してからもアイドルやってるみたいな感じってなんか言ってたよな、なんからしいっす。醤油、これヒゲタ醤油使ってます。1616年、だから大阪夏の陣の翌年やね、に作られた、会社の醤油です。今調子にね書いてありますけど、はい、ガーリック有楽米津、じゃあレモン、すいません間違えました。レモン歌ってるから、あれやな、そうレモン、レモンね。いただきます。うん、ベリーうまーば。いや、うまいね。これバターがね結構決め手になってます。化学反応起きてる。これビミストリー、皮バター要やね。うまつくさが流れてくん。あ、確実そうやろ。いや、めちゃくちゃうまい。絞ります。これね、あの皮を下にした方が、あのリモネンっていう成分が皮にあるんですけど、それこう果汁がそこを伝うんで香りがねすごい出ますので、皮を下にしてください。うん、めちゃめちゃうまい。豚がね最高にうまいね。これほんま、うまいと和義、豚うまいのバラッとやね。これすごいわ。今日だってあなたを思いながら、豚うまいわ、うまうよやな、ほんま。確実にそうやろ、ほんま。ほんまにうまいし、ええ味、うまんつええ味、坂東英二ゆで卵でした。ゆで卵先生、この前赤リンゴ買ってんって言いましたけど、その赤いらないですよ。その青リンゴの時だけなんで、ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。